ナルダンスになります。このオリジナルダンスはシーズンごとにリズムが決まっています。今シーズンはスパニッシュメドレーが課題となっています。4つのリズムから2つまたは3つを選ぶんですね。はい、必須要素としては2つのダンスリフト、それからダンススピン、これは1つですけど片足で3回転、あとは2つの異なるステップシークエンスが必須要素です。はい、その必須要素を入れながら2分30秒の時間でプログラムを滑ります。最初のカップルはフランスのカップル、ミリアム・トリビディック、ヤン・アバックです。18歳と20歳のカップル。今滑っているのはダイアゴナルステップ、コーナーからコーナーへ滑っていくステップです。リンクの対角線を滑ります。リズムはタンゴからフラメンコに変わりました。今女性のスタンブルです。これは、はい、ツイズルに入るところですね。フランスのカップル、ミリアム・トリビディック、ヤン・アバックでした。タンゴのところの滑りはとってもステップなんかうまく滑ってます。ええ、まあ、あのフラメンコの特徴が少し弱いような気がします。それにもったいなかったのはこの見せ場のミッドラインステップのところで女性がつまずきました。これは減点されます。はい、まあ、あのこのミッドラインステップっていうのは非常に難易度の高いフットワークを音楽とリズムの特徴を示すために、さあ得点が出るようです。オリジナルダンスファーストマークはコンポジションの得点になります。下が 3.9、 上が 4.0 です。 3.9 と 4.0、 これがコンポジションの得点でした。そしてプレゼンテーションです。すべてが4点台です。下は 4.1 になりました。上は 4.5 まで出ています。そうですね、あのベーシックマークは 4.2 ぐらいで来るとそこから減点されるんで、0.1 から2、ちょっとあのスタンブルにしても大きめのスタンブルだったんで、その辺の減点がちょっと幅があったと思います。なるほどね。代わっては第3グループからの紹介になります。カナダのカップル、ミレーネ・ジラード、ブリアン・イネス。女性が17歳、男性21歳です。カナダ国内のジュニアのチャンピオンのカップルです。
ズムはフラメンコからタンゴに変わりました。カナダのカップル、ミレーネ・ジラード、ブリアン・イネズでした。ディープエッジで非常に流れの良いワルツなんですけれど、まあ、少しなんかこうシンプルなんですね。ええ、もう一息やはりワルツのエレガントさとか、それからステップの中の密度があった方がいいんじゃないかと思います。ええ、スピンはとても良い回転をしていました。であともうタンゴになって、やはりタンゴポジションは取ってるんですけど、少しスポーティーな感じがします。ああ、なるほどね。はい、特に前のフランスの組のタンゴのようにね、こう足を絡ませながらタンゴしたり、もう一息タンゴとしてのテクニックを見せるところがあんまりないんですよね。後半少しタンゴの味は出てましたからよかったんですけど、まあ、全体的にもう一息タンゴの深みっていうのが表現できたらもっと素敵だと思います。非常にスケートの滑りはいいカップルですね。柔らかな膝と流れもあります。このカップルはコンパルソリーは第1課題14位、第2課題は13位でした。ここはミッドラインステップですね。フォアインサイドのシンクロナイドツイズル、リフトへ上がる時もリフトへ上がりますっていう、なんかこう持ち上げる瞬間が見えるっていうのはまだまだ、なるほど、少しこの辺がスムースだっていいと思いますね。はい、さあ得点が出てきました。コンポジションの得点になります。下は 4.2 です。上 4.7 まで出ています。 4.2 から 4.7、 これがコンポジションの得点でした。そしてプレゼンテーションです。下は 4.3 です。上は 4.8 まで出ています。 4.8 が2つあります。カナダのカップル、ミレーネ・ジラード、ブリアン・イネスでした。第4グループに入っています。イタリアのカップル、アレシア・オーレリ、アンドレア・バトゥーリ、女性17歳、男性は19歳です。
ドラインの時のツイズルの中に入るところが荒削りだなと思いますね。はい、もう一息滑らかにこうくるくるくるって書いてあればいいと思いますね。イタリアのカップル、アレシア・オーレリ、アンドレア・バトゥーリでした。非常に強いエッジで滑っています。非常にいいと思うんですけど、ただディープなカーブっていうところがもう一息あったりと思いますね。カップルのこのムードっていうのはスパニッシュの情熱を表現していてとてもいいと思います。元世界チャンピオンのフサポリ・マルガリオに非常に似たカップル、だんだんああいうタイプにこう育っていってくれたら素敵なダンスができるんじゃないかと思います。タンゴ、得点が出ました。コンポジションの得点からです。下は 4.1 です。上は 4.7 4.7 2つあります。そしてプレゼンテーションです。セカンドマーク、下が 4.5 になりました。上は 5.0 まで出ています。そうですね、随分表現力はやはり高く評価されたみたいですね。そうですね、イタリアのカップル、オーレリ&バトゥーリでした。代わってアメリカのカップルになります。ロレン・ギャレー・ラビノビッツ、デビッド・ミッチェル。女性が16歳、男性は19歳です。世界ジュニアは初出場です。リズムはフラメンコとタンゴを選びました。ドラインですけど、ループのようにこう交差しながらコーナーまで滑っていくやり方です、はい、とても綺麗なバックインのツイズルなんか入れてました。
アメリカのカップル、ロレン・ギャレー・ラビノビッツ、デビッド・ミッチェルでした。女性のこの滑らかな滑りとこうシャープでこうクリーンなターンがとても綺麗です。はい、スピンやリフトもとてもいいエレメントでしっかりとそれなり の, あのレベルを見せてくれます。さあ得点が出るようです。なかなか出ません。そうですね。出ました。コンポジションの得点からになります。下が 4.2、 上 4.8 までです。そしてプレゼンテーションです。下が 4.5 になりました。上は5点台 5.0 まで出ています。順位も1番2番ちょっと割れましたけどやはり高い評価してますね。そうですね。アメリカのカップル、ギャレー・ラビノビッツ&グループです。フランスのカップルです。ナタリー・ペシャラ、ファビアン・ブールザ。女性18歳、男性21歳です。Historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, y le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. フランスのカップル、ナタリー・ペシャラ、ファビアン・ブールザでした。このカップルの滑りを見てて誰か似てるなって思われる方いるかもしれません。この男性の滑りと表現力がペーゼラーにますます似てきました、はい、一緒にいつも練習してるんでやはりこう上手な選手の演技滑りを見てると思うんですね、それがこんなに似てくるとやはり。まずコンポジションの得点が出ました。下が 4.7 です。上は5点台、5点台2つあります。 5.0 と 5.2 があります。そしてプレゼンテーションです。5 4
4点台が減りました。4点台は 4.9 一つだけです。他はすべて5点台、上 5.3 まで出てますね、はい、非常にあの表現力が高く評価されました、はい、もう見た目に素敵なカップルなんですよね。そうなんですね。やはりあの技術点でこの5点台9人のジャッジからもらえるっていう風になれば非常に上上がるチャンスがあるんですよね、はい、もう一息です。はい、ロシアのカップルを迎えます。オクサナ・ドムニナ、マキシム・ボロティ。女性が17歳、男性は19歳です。リズムはタンゴとフラメンコです。今回が世界ジュニア初出場です。ロシアのカップル、オクサナ・ドムニナ、マキシム・ボロティンでした。非常にロシアの選手らしいこうシャープな滑りはいいんですけど、はい、まだこう2人の動きのユニゾンというのが時々悪いところが見えます、特にあの男性がこうバックで滑っているときに彼の顔がよく下を向いているんですね。こういうところがやはり気になるなと思います。あとあのミドラインステップのところでも、トゥイズルのタイミングがね、ステップ自体はすごく難しいものが随分入ってます、はい、ロシア国内ではジュニアで第3位という成績でした。やはりあのタンゴからフラメンコに変わったってそのパッと変わった違いっていうのがもう一息あの弱かったんで、その辺が明確な表現ができればすごいカップルだなっていう印象ですね、今シーズンはジュニアのグランプリファイナルにも出場しました。その時には第4位という成績でした。技術的には非常に高度なあのそれぞれ力を持っている選手ですから、来シーズン楽しみですね。そうですよね。であのカップルでずっとこう練習していくとね、そういうところがどんどん良くなるんですね、コンポジションの得点が出ています。下が 4.7 です。上は 5.1 という得点です。5点台の方が多くなっています。そしてプレゼンテーションです。やはりプレゼンテーションが低いですよね。そうなんですね。さっき の, あのフランスのカップルは4点台の技術点でプレゼンテーションが5.2、5.3っていう高い点もらってます、やはりこの組のセカンドマーク、これはもう来シーズンはもっと多分良くなって出てくるんで、
楽しみなカップルです。なるほどね、はい、ロシアのカップルに代わってアメリカのカップルになります。コンパルソリーでは第一課題第二課題ともに第1位でした。昨年の銀メダリスト、アメリカのタニス・ベルビン、ベンジャミン・アゴストです。女性は17歳、男性20歳です。選んだリズムはフラメンコとタンゴです。アメリカのカップル、タニス・ベルビン、ベンジャミン・アゴストでした。この選手はシニアにも出てて、はい、非常に今シーズン力をつけてきてますね。とにかくシニアでは世界のベスト10入りをも目指す実力っていうのをどんどんつけてる素晴らしいカップルだと思います。この、ね、女性の華やかさに引けを取らないくらい男性のテクニックが素晴らしいんですよね、はい、特にあの足元のステップ踏んでる時のフットワークを見るとこんなに上達したんだなっていう、そうですか、素晴らしいものがありますね。と女性もねとても華やかで、そうですね、技術的にもねあのとても上達しましたね。世界ジュニアは3年連続3回目の出場です。初出場の時が第3位、昨年は第2位でした。今年目指しているのは優勝です。素晴らしいテクニックです。そうですね、はい、ミッドラインのステップがちゃんと見せ場になってましたね。なってます、素晴らしいですね。あとこう女性を、ね、リードしながらステップを踏んでいくところもやはりあのイスラエルのカップルの男性のような魅力も時々、ね、出てるんですよね。四大陸選手権の時は私もアシスタントレフリーをして、レフリーだったあのテクニカルコミッティの、ね、方が
ナオミ・ラング・ピーター・チェルニシェフよりちょっと高い評価してたんでびっくりしました。その時は自分たちの順位はオリンピック前なので影響するからってジャッジの方たちには言わなかったんですけど、この組のオリジナルダンスはナオミたちよりも私は上につけたっていうぐらい素晴らしいステップでしたよ。コンポジションの得点が出ています。揃って高い得点が出ています。 5.4 から5.6 という評価でした。そしてプレゼンテーション 5.8 まで出てますね。そうですね。プレゼンテーションは下が 5.5、 上は 5.8 という評価が出ました。代わってはウクライナのカップルになります。アンナ・ザロドズニューク、セルゲイ・ベルビロ、女性が17歳、男性も17歳です。世界ジュニアは今年が初出場になります。昨シーズンウクライナ国内ではジュニアで7位でしたが、今シーズンはジュニアでチャンピオンになりました。選んだリズムはフラメンコとタンゴと、もう一回フラメンコです。ウクライナのカップル、アンナ・ザトロズニューク、セルゲイ・ベルビロでした。昨年の10月のジュニアグランプリ、スウェーデンのマルモっていうところであったんですね。その時この選手を出てきて初めて見ました。まだスケートの滑りとか質はもう一息なんですね。ワンストロークがこう伸びなくってガサガサした滑りだったんです。ユニゾンもまだまだ十分じゃなかったんですけど、世界ジュニアまで十分滑り込んで良くなっています。そうですね。このカップル、コンパルソリーでは第一課題、第二課題ともに9位でした。コンポジションの得点が出ています。4.5 から上 5.0 まで出ています。5点台がこの一つです。やはりプログラムの難しさなんかを評価したジャッジがいたのかもしれません。はい。
そしてセカンドマーク、プレゼンテーション、表現力、下が 4.5 です。5点台が1つ増えました。5点台2つになって 5.0 が2つです。大体順位は揃った評価になりましたね。続いてもウクライナのカップルになります。マリアナ・コズロバ、セルゲイ・バラノフ、男性女性ともに18歳のカップルです。選んだリズムはパソドブレとフラメンコです。この組はかなりクロスロールが入ってます、はいはい、ウクライナのカップル、マリアナ・コズロバ、セルゲイ・バラノフでした。前に滑ったウクライナのカップルと比べると、こちらの方がスケートの滑りはとってもうまいと思うんですね、ええ。非常に演技の流れもあってよかったと思うんですけれど、プログラム構成としてやはりフラメンコとか、それからパソにしても、やはりポジションチェンジとか難しいものがほとんどないんですよね。ええ、このカップルはコンパルソリーは第1、第2課題ともに、8位という成績でした。コンポジションの得点が出ました。ファーストマークです。 4.5 からになります。上が 4.9 です。5点台に届いていません。そしてプレゼンテーションです。下が 4.7 になりました。上5点台、5点台2つです。 5.0 と 5.1 があります。少しやはり評価が割れましたね、ジャッジの。そうですね、はい、順位がちょっと。ロシアのカップルです。エレナ・ロマノフスカヤ、アレクサンドル・グラチェフ、男性女性ともに17歳です。昨年のこの大会ではこのカップルは第6位という成績でした。フラメンコから入ります。
今のリフトちょっと面白かったですね。短かったんですけど、はい、非常にリズムによく合ってました。ロシアのカップル、エレナ・ロマノフスカヤ、アレクサンドル・グラチェフでした。こう最初のステップのところで、交流エッジでスタックするステップとか、スピンの入り方っていうのが非常に上手になりました。はい、まあ、表現力にも余裕があると思います。特にあのステップからのリフトも曲奏を表現してて、とてもいいアイデアだったと思います。昨シーズンより随分味が出てきました。はい、タンゴのところはやはりあのメランコリックなスタイルの、ね、タンゴを踊る選手が多いんですけど、この組はそれとちょっと違って明るくスピーディーで、なかなかあのこの組ならではのタンゴの味を出してたと思います。はい、ちょっとねこのミッドラインの時に男性が軽いスタンブルあったんですけど、はい、まあ、ジャージによってはそこも厳しく見る方がいるかもしれません。コンパルソリーでは第1、第2課題とも3位という成績でした。若いタンゴって感じしますね。はい、ジュニアとシニア、オリジナルダンスの課題は同じですものね。はい、このまま立ったままで得点を待つんですかね。そうですね、皆さん座ってゆっくり見る方が多いんですけど、はい、面白いですね、この。そうですね、全員が立っています。ジュニアグランプリのファイナルでは第2位という成績でした。さあ得点が出ました。すべてが5点台、下が 5.0、上 5.3 です。大体揃った得点が出ました。そしてプレゼンテーションです。表現力はどうでしょうか。ちょっと下がったところがありますね。そうですね、1人だけ、はい、それが4点台の得点になりました。 4.9、他は上がっています。上 5.5 までありますね。何かおそらくあのタイミングとか表現の仕方とかどこかやはりあの気に入らなかったと思います。これはあのミーティングの時にこのジャッジの方がおっしゃると思います。聞きたかったんですけどジャッジしてないんで、この種目は残念ながら聞かなかったんですけど。代わってハンガリーのカップルを迎えます。ノーラ・ホフマン、アティラ・エレク。女性が16歳、男性19歳です。
リズムはタンゴとフラメンコです。世界ジュニアは4年連続4回目の出場です。昨年は1桁の成績、第9位でした。惜しかったですね。このダイアゴナルステップ中で女性が転倒しました。これはやはり止水要素を始めたけれど一人の転倒によって完了できなかったっていうところで 0.2 の減点になるんです、この減点は惜しかったと思います。そうですね、昨シーズンより非常にステップの技術が向上しています。このスピーディーなフットワークっていうのは去年まではこういうテクニックなかったんです。非常に大柄なカップルで、少しこうノロノロ滑ってるような感じだったんでしょう、今シーズンはやはり非常にすごい迫力を感じますよね、エレガントなムードっていうタイプのダンサーではないんですけど、個性的なダンサーのダンスのカップルって感じします。はい、コンパルソリーでは第1課題が6位、第2課題が5位という成績でした。このクロスロールのところ で、はい、ちょっと足の入れ方がおかしかったなと、フォアのクロスロール入れるときにつま先乗りすぎてそのまま転倒しました。なるほどね、このミッドラインステップはとてもすごいスピードでやはり滑ってますから、はい、迫力あると思います。そうでしたね、低い姿勢も使っていました。はい、表現力もとても良くなってますから、コンマ2の減点でも順位にはあまり耐性ないかもしれません、はい、それだけ非常に技術的に向上してきてますから。このカップル初出場の時は21位という成績、その次が17位、昨年9位でした。今年はまた上に行けそうですね。そうですね、
得点が出ました。コンポジション 4.6 からの評価になっています。上が 5.0 です。そしてプレゼンテーションです。こちらはすべてが5点台、 5.0 から5.4 まで出ています。基礎点から減点をして、それからあとプレゼンテーションが非常にやはりいいものがあるんで、プラスアルファということで、その差が非常に第一点と第二点の差があるんです。そうですね、はい、ハンガリーのカップルでした。代わってドイツのカップルになります。クリスティナ・バイヤー、ウィリアム・バイヤー。女性が17歳、男性19歳です。まずタコのリズムから入ります。ドイツのカップル、クリスティナ・バイヤー、ウィリアム・バイヤーでした。スタートのこうタンゴのリズムに乗ったこう歯切れのようにステップ、この動きはとても良かったと思います、はい、もう一息やはりあのパソの中でもこうディープ機のところではよく合ってて上手くなったなって気がします、はい、コンポジションの得点 4.5 からになります。上が 4.9 です。 4.9 2つありますが5点台には届きませんでした。そしてプレゼンテーションです。下が 4.6 です。上は5点台、 5.1 まで出ています。ドイツのカップルでした。変わってもドイツのカップルになります。ミリアム・シュタイネル、ウラジミール・ツベツコフ。女性が19歳、男性21歳です。男性のツベツコフ、ロシアのモスクワ生まれです。
世界ジュニアは2年連続2回目の出場、昨年は第5位でした。リズムはタンゴからフラメンコに変わります。面白いですね、ここのステップの構成とてもいいです。ドイツのカップル、ミリアム・シュタイネル、ウラジミル・ツベツコフでした。素敵なタンゴでした。コーチの方も非常に満足げだったと思います。はい、非常にこうストロングエッジとこうシャープなエッジを上手に組み合わせて、素敵なステップでタンゴを踊ってくれました。非常に質の高いダンスステップをこのコーチが指導してるんですね。それが今回はこの演技の中に見事に表現されたと思います。フラメンコをクリアしていくためにね、顔がこう緩んでくるのが分かります。そうですね、はい、なかなかいい演技でした。シュタイネルとツベツコフ、得点はどう出るでしょうか。コンパルソリーでは第1第2ともに4位でした。コンポジションの得点、下が 4.9 が2つあります。4点台はこの2つだけ、他は5点台、上 5.4 まで出ています。そしてプレゼンテーション、すべて5点台になりました。下が 5.1 です。上は 5.4 まで出ています。 5.4、 3つあります。順位が2位と3位と5位、5位とちょっと割れましたね。ここまでで総合第3位ということになっています。シュタイネルとツベツコフでした。最終滑走者になります。ロシアのカップル、エレナ・カリアビナ、マキシム・シャバリン、女性18歳、男性は20歳です。リズムはパソドブレ、フラメンコパソドブレです。
ロシアのカップル、エレナ・カリアビナ、マキシム・シャバリンでした。非常にこうエレガントなムードを持っているこの女性の滑りっていうのはとてもいいと思います、はい、ダンスの基礎技術の確かなこのロシアのステップっていうのがとてもこの中に表現されていました。非常にやはりあの昨シーズンはね線が弱い感じがしたんですけど、今シーズンは1年間で随分力強さも加わって、演技のスケールも大きくなってます、であのあんまり癖がなくて結構オーソドックスなあの滑りを見せてるんで、今後やはり振り付けのこうそれによってはいろんな形の表現ができると思います。なるほどね、はい、もう本当に基礎技術がしっかりしてあんまりこう癖がないっていうのはとてもこれから伸びていくためには大事な条件だと思うんですね、何色にも染まっていけるということですね。そうですね、本当に振り付け師、センスの良い振り付け師によって、どんどんいろんな演技のタイプを広げていくっていうのは楽しみですね、この大会は3年連続3回目の出場です。最初は10位、昨年は3位でした。コンパルソリーでは第1、第2ともに2位という成績です。183センチと167センチのカップルになります。ジュニアのグランプリファイナルではこのカップルが優勝しました。得点が出ました。すべてが5点台です。これがコンポジションファーストマークの得点です。 5.0 から5.4 です。そしてプレゼンテーション上がっています。下が 5.3 になりました。上が 5.6 まで出ています。2位をつけたジャッジ、3位をつけたジャッジ、そうですね、さあこれで全ての滑走が終了しました。オリジナルダンスを終えての順位、現在のトップはアメリカのカップル、ベルビンとアゴストでした。そして2位3位にロシアのカップルが入っています。4位がドイツのカップルです。お知らせの後はフリーダンスをお送りします。1回から2回以内ですね、それからシンクロナイドツイズルも1つのシリーズだけでいいです。あとはあのステップはサーキュラーと、もう1つは対角線かストレートライン、どちらか、これはシニアと一緒です。どちらかでもいいってことです。以上が必須要素なんです、はい、それを必ず入れて3分間を滑らなければなりません。第3グループでの滑走となりました。イタリアのアレシア・オーレリ、アンドレア・バトゥーリです。女性17歳、男性19歳です。このカップル、フリーダンスはマンボ、ルンバ、チャチャチャのリズムで踊ります。Calabrese, mambo like a crazy. シンクロナイドツイズルのところです。
タリアのカップル、アレシア・オーレリ、アンドレア・バトゥーリでした。彼らの持ち味が生かされた構成でとても良かったと思います。はい、非常にマンボ、ルンバ、チャチャ、これやはりあのディープエイジを使わなくていいのと、エネルギッシュ、3分間だからこういう構成で済むんですね。4分になるとやはり苦しいかと思います。まあ、セカンドパートのところなんかはこうハンドインハンドとかサイドバイサイドで非常にスピードの出るようなあのポジションで一応この辺曲奏を表現してたと思いますね。3分間で3つのリズムを選びました。まずマンボから入りました。なかなかリズム感のある演技を見せてよかったと思います。はい、コンパルソリーは第1課題が12位、第2課題が11位、オリジナルダンスでは11位でした。現在総合で11位のカップルです。やはりあのフリーは今持っている技術をどううまく見せるか、はい、彼らの持ち味、難しいものをやらせてこうイメージダウンするようにも、やはりこれら、彼らの持っている特徴をうまく選曲の中でジャッジにアピールするというのは、こういう構成はとても成功したんじゃないかと思います。なるほどね。はい、このカップルで出場する世界ジュニアは今回が初めてです。男性は去年違う女性と組んで出場していました。その時には21位という成績でした。得点が出ました。フリーダンス第一採点はテクニカルメリットになります。技術点です。下が 4.4 です。そして上が 4.8 まで出ています。これが技術的評価でした。そしてプレゼンテーション、表現力です。非常に上がりましたね。そうですね、はい、高いです。上は5点台 5.0 が2つあります。高い評価を得ました。イタリアのカップル、オーレリとバトゥーリでした。リンク上に物が落ちてるようですね。前のイタリアの組のどうもコスチュームのスパンコールとかなんか、かなり散ってるような感じですね。あれだけ激しく動いてたんで、やはりちょっと一つ崩れると散っちゃうんですよね。今レフリーがこういうのをもう一回チェックして落ちてないか、多分何人か表情にフラワーガールが来てこういうの上をチェックするんじゃないかと思いますね。危険ですからね。はい、もう踏むと本当に転倒したり思わず事故につながるんですよね。黒いこうあのスパンコールとか目立つのはいいんですけど、白とかね、こうのグレーのようなんですとなかなか見つけにくいことがあるんですね。そうですよね。あ、やはり出てきましたね。はい、かなり細かく落ちてるようですね。はい、ひどい時はもう一回こう整氷みたいな形でするんですけど、拾い集められそうですね。そうですね。かなり氷の上いっぱいに落ちてるようですね。落ちてこうスーッと滑っていっちゃうんで、どうしてもそこのところに止まってないんですよね。勢いでこう滑ったりするので、どうしても範囲が広くなるんですね。そうですね。どうでしょう、だいたい拾い集められたんでしょうか。みたいですね。こうして待たされるカップル大変ですね。そうですね、タイミングやはりせっかくさあ出るぞっていう気持ちで出てきて、ちょっと集中力にこういうところでかけちゃうんですよね。落ち着かないと思います。そうでしょうね。はい、いつスタートのサインがでもう一回アナウンスされて、出ないとこう気持ちが引き締まらないことがあるんですよね。
たフラワーガールの姿が見えますもんね。そうですね。だんだん落ち着いてきたみたいですね、はい、これだけ待たされると。なるほど、逆にね、逆に、フラワーガールの姿は見えなくなりました。氷の上にはこの大会のマークが記されています。今年の大会はノルウェーのハーマーで行われています。もう一度選手の名前が紹介されます。アメリカのカップルです。ロレン・ギャレー・ラビノビッツ、デビッド・ミッチェル。女性が16歳、男性は19歳です。フリーダンスはシンデレラを踊ります。サーキュラーステップ、これは時計回りに回るんですけど、はい、シンデレラのなんかイメージがここで強調されますね。リンクの中央に大きな円を描きました。とても素敵なダンスです。クラシックバレエの舞台のようなムードを持っていました、はい、非常に前のイタリアのカップルとは対照的な演技で良かったと思います、この女性の柔らかな膝と流れの美しいスケーティング、それから男性もやはりとってもいいムードを持っていて、フリーレッグがとても綺麗だったり、それからこうバレエの、ね、舞台を2人でこう見せてるって感じしますよね。そうでしたね。女性もあの上半身の表現力がとても綺麗ですね、この柔らかさで。男性も負けず劣らず綺麗に踊ってるんですよね、これがあの女性だけ踊って男性が
あまりこういう雰囲気がないとちょっと違和感があるんですけど、2人とも本当にバレエを見せてくれているような感じですね。そうでしたね。ですからこのバレエ音楽を選択して正解でしたね、はい、イタリアの組がもしこのダンスをしたらどうなっちゃうかなって想像するとでそれぞれのやはり持ち味を生かして、振り付けと選曲がそれだけ良かったと思います。そうですね、はい、フリーダンスはせっかくフリーなんですから本当に自分を表現できるものを選ぶといいですよね。そうですね。このカップルはコンパルソリー第一課題が13位、第2課題が12位、オリジナルダンスでは12位でした。現在総合で12位のカップルです。テクニカルメリット、技術点が出ました。下が 4.4 です。上は 4.8 まで出ています。 4.8、 2つあります。今回が世界ジュニア初出場です。そしてセカンドマークです。プレゼンテーション5点台も出ています。 5.0 が2つです。ここまで1位をつけたジャッジと2位をつけたジャッジ、微妙に分かれましたね。そうですね。ダンスとしてそのリズミックなビートに合わせて滑るっていうダンスの特徴っていうのはむしろバレエになってたんで、その辺でこう気に入らなかったジャッジの方もいるんじゃないかと思いますね。あまりバレエ的すぎたせいもあるかなと思うんですけど、でも滑りとか演技自体はとても綺麗で正常感あふれる素敵な、そうでしたね、はい、構成だったと思います。フランスのカップルを迎えています。ミリアム・トリビディック、ヤン・アバック、18歳と20歳です。音楽はザ・フィーリング・ビギンズです。
フランスのカップルミリアム・トリリディック、ヤン・アパックでした。はい、中近東の音楽を表現するとこういう雰囲気の振り付けになるんですよね、この組らしい特徴は出てたと思います。まだ時々ね、男性が踊らせてる時に顔が下向いたり、それからツイズルの時のすごく大きな演奏のあなただなと思って、よく前を通過する時見たら、そこにちゃんとおへそっていう即興、ールで、はい、そうでしたか、はい、テクニカルメリットの得点が出ています。下は 4.3 です。上が 4.7 までです。これが技術的評価になります。非常に滑りはいいスケーターだと思うんですよね、はい、そしてプレゼンテーションです。表現力、下が 4.4 です。上が 4.8 です。フランスのカップル、トリビディックとアバックでした。カナダのカップルです。ミレーヌ・ジロード、ブリアン・イネス、女性が17歳、男性21歳です。曲はヘアヘイ、ステラ・エランス、この2つを選んでいます。これは0コンマに引かれますね、1人で2人転ぶと0コンマ3なんです。今男性がこれでつまずきました。この減点も0コンマ1、
カナダのカップル、ミレーヌ・ジラード、ブリアン・イネスでした。このカップルのこのダンスは非常にもうだんだん素敵な表現で、さまざまな滑りのポーズを見せていると思うんですね。そうですね。ポーズを見せるために、フォアとかバックのランで走ってそのポーズ、走ってポーズっていうんで、あのダンスとしてはやはりあの難易度の高い技術のフットワークとか、ステップがもう少しどこかにあればよかったなと思いますね。まあ、あの転倒があったりスタンブルがあったりするんで、ちょっとこの技術的には高い点をもらえないと思うんですね。そういう部分でも少し低いかと思います。滑りはとても綺麗でね、流れのあるスケーティングをしているので、もう少しプログラムそういうところで難しいものを見せてほしいと思います。ここもフォアとバックで走ってるだけなんですね。ただ、あの見せ場はいくつかあるんですけどね、ただこうステップの難しさとか複雑な、ねフットワークのところで拍手をもらうっていうダンスではないんで、その辺が次のシーズンはそういうところをもう一息難しいものが出てくるといいと思います。世界ジュニアは初出場です。現在のカナダのジュニアのチャンピオンです。テクニカルメリットの得点が出ました。下が 4.0 です。上が 4.4、 4点台の前半になりました。そしてプレゼンテーションです。下が 4.4 です。上は 4.9 までです。5点台には届きませんでした。最初のカップルはウクライナのカップルです。場内で紹介されましたウクライナのカップル、マリアナ・コズロバ、セルゲイ・バラノフです。女性男性ともに18歳です。音楽はフェベティーノ・サラバンドです。Shut up.
ウクライナのカップル、マリアナ・コズロバ、セルゲイ・バラノフでした。非常にドラマチックで良かったと思います。はい、ホールドチェンジなんかもかなりいろんなこうホールドしたままこうターンをするのを見せてくれてたんですけど、ええ、ただ同じ方向に回転する動きが多いんですよね。ええ、右にターン始まると右でずっと動いて、今度左になると左、もっとひねったり、それから逆の動きっていう方があると、もっと複雑な動き、ステップに見えるんですね。ええ、それが少しプログラムを単調に見せてる気がしますね。非常に人ワンストローク伸びがあって、いいエッジ使ってます。これはシンクロナイドツイズのところですね。ちょっと男性が引っかかってます、ターンの時に。はい、世界ジュニアは今回が初出場です。コンパルソリーは第1課題第2課題ともに8位、オリジナルダンスでは9位でした。現在総合で第9位です。初出場で一桁の数字でしたらいいですよね。いいですね、本当に滑りの実力はあると思います。はい、プログラム構成、振り付け、その辺がこの組のもう一息良さを、ね、出すためには必要かと思いますね。はい、テクニカルメリット 4.5 から 4.9 という評価でした。そしてプレゼンテーションです。5点台が出ています。 5.0 と 5.1、 5点台3つ出ています。下が 4.6 という評価でした。ドイツのカップルを迎えます。クリスティナ・バイヤー、ウィリアム・バイヤー。オリジナルダンスでは女性が男性をリフトするシーンも見られました。フリーダンス、選んだ曲はノートルダム・ド・パリです。スタンブルですね、これ。かなり目立ちますね。そうですね。
ドイツのカップル、クリスティナ・バイヤー、ウィリアム・バイヤーでした。選曲のテーマなんかも振り付けもとてもいいと思うんですね。はい、もう最初のところの男性のあの大きなスタンブル、あれはもったいないと思いますね。そうでしたね。かなりあのこう音も大きかったのと、ミスをしたっていう印象が強かったんで、やはりあのフリープログラムもある程度パーフェクトで見せないと、順位がこう特に真ん中ぐらいはこう入れ替わりがあるんで、そこがあの厳しいかなと思います。そうですね、ここですね、はい。このカップルも個性的な魅力がありますね、ダンス、ええ、技術も向上してます。来年は楽しみです。ただあのトゥイズルなんかもう一息でいいテクニック、ちょっとこれも男性が足をついてるような、ええ、本当にねあのシャープなエッジで回転してほしいと思いますね、こういうところが、ええ、あとはこう女性が大きいんでリフトを下ろした時の次のエッジに流れていくところが一息下ろしたドンっていう感じが見えるんですよね。そうですね。男性が172センチ、女性が169センチあります。差は3センチ。そうですね、かなり女性が大きく見えてしまいますね。世界ジュニアは2年ぶり2回目の出場です。前回は15位という成績でした。今年のこの大会はここまで全て10位という成績です。ドイツ国内のジュニアのチャンピオンのカップル、得点が出ました。下3点台がありますね。厳しいですね。3.9 が1つありますが、他は4点台、上は 4.9 まであります。そしてプレゼンテーションです。こちらは上は5点台が出ています。 5.0 と 5.1、 この2つが5点台の得点、他は4点台、下は 4.4 という数字でした。氷の上にはロシアのカップルを迎えます。オクサナ・ドムニナ、マキシム・ボロティンです。女性が17歳、男性19歳です。音楽はナターシャ・アトラスと鬼太郎の音楽を選びました。
ロシアのカップル、オクサナ・ドムニナ、マキシム・ボロティンでした。独創的な振り付けで面白かったですね。はい、この女性の表現力はもうシニア的な実力があると思います。オリジナルダンスよりこのフリーダンスでその良さが発揮されていると思います。ロシアという感じしますね。します、はい、あのブチルスカヤとかね、ロシアのセクシーな、ね、雰囲気っていうのがこの17歳でこれだけ表現できる選手はやはりロシアならではって気がします。そうですよね、はい、この男性がちょっと硬さっていうところがね、またこのカップルと魅力として面白いかなって逆に思います。はい、スケートもねとてもシャープで深いカーブ滑って膝も柔らかいしいいもの持ってますね。次々とこう素敵な選手がやはり出てくるんですね、ジュニア。綺麗ですね、フリーレッグもあのプロポーションもとても綺麗なんですよね。大型カップルです。男性187センチ、女性171センチです。今シーズンはジュニアのグランプリファイナルにも出場しました。そこでは第4位でした。テクニカルメリットの得点が出ています。技術点です。下が 4.9 です。 4.9 の数字の他は全てが5点台、 5.0 と 5.1 まで出ています。そしてプレゼンテーションです。4点台はなくなりました。下が 5.0、 上が 5.4 です。やはりあの独創的な振り付けっていうと非常にそれを評価するジャッジと、好きじゃないって受け入れないジャッジで少しあのセカンドマーク差が出ると思うんですよね。あのモダンダンスの要素とか独創性っていうのはかなり好き嫌いが出ることがあるんですよね。代わってハンガリーのカップルになります。ノーラ・ホフマン、アティラ・エレク、女性16歳、男性19歳です。バッハのトッカータとフーガのボダンバージョンを踊ります。このポーズからのスタートです。
ハンガリーのカップル、ノーラ・ホフマン、アティラ・エレクでした。非常にこの組は、ね、レベルアップしました、はい、特にあのサイドバイサイドで2人が、ね、あの3回転以上のシンクロナイドツイズルをステップの見せ場として真ん中に持ってきてますよね、はい、それからペアのカートホイールリフトからのバリエーションみたいなリフトをして非常に身長もあの男子も女性も高いので大柄なんでその迫力で見せてます。だから技術的なハイライトと、そうじゃない部分の華やかな部分のハイライト、これが3分のプログラムの中にしっかりと詰め込まれてます、で最後までこのスピーディーな演技がスピードを落とさないで続けられたというところで、非常に評価されると思いますね、この大会は4年連続4回目の出場です。このツイズルのところですね、こう続けてずっと、はい、一つずつの線はあまり綺麗じゃないんですけれど、はい、スピードでその辺をカバーしてるんですね。そうでしたね、はい、ぐんぐん行ってましたね、はい、初出場では21位、次が17位、昨年9位でした。今年はここまでコンパルソリーの第一課題が6位、第二課題が5位、オリジナルダンスでは6位でした。現在6位につけています。テクニカルメリット得点が出ました。下が 5.0、 上 5.2 です。大体揃った評価となりました。そうですね、5点台に乗りましたね、これは嬉しいですよね、はい、そして表現力の方です。プレゼンテーションは下が 5.1 になりました。そして上は 5.5 まで出ています。素晴らしいです。去年から比べた大飛躍っていう得点ですよ。そうですよね、はい、ハンガリーのカップル、ノーラ・ホフマン、アティラ・エレクでした。ウクライナのカップルです。アンナ・ザドロズニューク、セルゲイ・ベルビロ、女性が17歳、男性も17歳です。ノートルダムとパリの世界を表現します。Midnight swimmer, midnight sea, I will not come back again. Your love will kill me, your love will kill me, and you will bear my curse as long as my life will be. Your love will kill me, your love will kill me, and I saw it would be when I looked at you and you looked at me. Your love will kill me, your love will kill me, your love will kill me. ここで男性も女性もちょっとスタンプですね、はい、
ウクライナのカップル、アンナ・ザロドズニューク、セルゲイ・ベルビロでした。プログラム中2箇所ちょっとミスが目立ちましたね、はい。まあ、そこで演技の流れが少し切れたんですけど、やはりあのプログラム構成は非常に密度が濃くってとても面白い構成で良かったと思います、はい。ドイツの国もこのノートルダムとパリ使ってましたけど、こちらの方がずっと変化があって、内容的にも難しいあのステップが入ってます、まだあの10月のジュニアグランプリのスタートの時はこのプログラム十分滑りこなしてなかったんですね、からもうなんかもっとこうガサガサしてて良さが出てこなかったんですけど、この世界ジュニア来てやっとこのプログラムの良さ、滑りの良さが少し出てます、ここも転倒しなくてよかったと思います。そうですね、このリフト非常に傾斜したところで面白いですね、はい。世界ジュニアは今回が初出場です。ウクライナのジュニアのチャンピオンのカップル、この大会ではコンパルソリー2課題はともに9位、オリジナルダンスでは順位を上げました8位、現在8位につけているカップルです。得点が出ました。テクニカルメリットです。 4.6 から上は 5.2 です。5点台は 5.2、 1つだけです。そしてプレゼンテーション、表現力はどうでしょうか。こちらは5点台が増えました。4点台は 4.7、 4.8、 4.9 の3つです。他は5点台、上は 5.2 まで出ています。2組とも実力が非常にウクライナは近いので、ライバル同士で来年はいいと思いますよ。そうですね、はい、切磋琢磨して上に上がっていけそうですね、はい。ここまでのトップはハンガリーのカップルになっています。です、エレナ・ロマノフスカヤ、アレクサンドル・グラチェフ。この2人はともに17歳です。コンパルソリー、オリジナルダンスともに3位、現在3位につけているカップルです。曲は
ロシアのカップル、エレナ・ロマノフスカやアレクサンドル・グラチェフでした。コスチュームのデザインもとてもおしゃれです。初めこのコスチュームを着て立った時に、曲名を発表されるまで、あ、練習の時は見ていたんですけど、このコスチューム見てもやっぱりすごくおしゃれな雰囲気で出てきたなと思いました、非常に歯切れの良いフットワークとこのリズムに乗ったこう滑り、これがこのカップルの持ち味がよく活かされていると思いますね、昨シーズンは演技でした、ここまでの第3位のカップルです。テクニカルメリット 5.0 から 5.4 という評価です。これが技術点です。そしてプレゼンテーションです。上がりました。下が 5.3、 上 5.6 です。全員の1位をつけたわけではないですね。そうですね。しかしここまでのトップに立ちました。ロシアのロマノフスカヤとグラチェフでした。続いてもロシアのカップルです。エレナ・カリアビナ、マキシム・シャバリンです。女性が18歳、男性20歳です。コンパルソリーからオリジナルダンスまで全て2位、現在2位につけているカップル、ロミオとジュリエットを踊ります。
ロシアのカップル、エレナ・カリアビナ、マキシム・シャバリンでした。ロミオとジュリエットを演じる本当にこう素敵な敵役のカップルって気がします。はい、上品なムードとこうエレガントなステップなどとても良かったと思います。技術的にはやはりもっとこう凄みのあるこう群を抜いたステップがなんかもう少しどこかに欲しかった気がしますね。はい、雰囲気はとてもいいんですけれど、やはりこうシニアにこれからどんどん上がっていくためには、やはりステップの技術っていうのがもっともっとこう重要されてくると思うんですね。もうここまでこうユニゾンとか雰囲気はいいものを持って、これからやはり技術的なもののこうトレーニングが大切かなと思います。このカップルは3年連続3回目の出場になります。最初が10位、昨年は3位でした。素敵な雰囲気を持ってるんですよね。ホールプログラムとしてはとてもいいんですけれども、はい、このカップルのあのダンスステップがすごかった、あそこがもう一度見たいっていうところが、ね、ないんですよね。はい、やはりそういうところをもう一息トレーニング目標にしてレベルアップすればもっともっと素敵なダンスができると思います。テクニカルメリット技術点は 5.2 から 5.5 という評価を得ました。そしてプレゼンテーションです。プレゼンテーションは 5.4 から 5.6 です。 5.6 が4つあります。3人が2位をつけましたが、他は1位をつけています。もう一つのロシアのカップルを抜いて、こちらのカップルがここまでのトップに立っています。代わってアメリカのカップルです。タニス・ベルビン、ベンジャミン・アゴスト。コンパルソリー第1課題、第2課題、そしてオリジナルダンスもすべて1位でした。ここまでのトップに立っているカップルです。もうすでにシニアでも活躍しているカップル、サラエボをテーマに踊ります。シニアの必須要素の S2 つのカーブを滑るリフトなんです。はい、
メリカのカップル、タニス・ベルビン、ベンジャミン・アゴストでした。自信たっぷりの表現力で、やはりあのシニアで活躍した実力がこの演技の中に見られます。そうですね、3分のプログラムの中にもシニアの必須要素とか難易度の高いフットワークがもう惜しげなく入ってて、とても見応えのあるダンスだと思います。昨シーズンの2位だった時から比べて非常に成長したのカップルですね。これだけレベルアップした実力で、あの先輩の子アメリカのナオミ・ラング、ピーター・チェルニシフに、今シーズンは非常に迫ってるんですよね。あの若いのと男性も本当にいい味が出てきて、この表現も、はい、シニアの大会ではこのサラエボの4分バージョン、そしてジュニアの大会では3分バージョンを披露しています。3分間なのでこう見せ場が凝縮されててね、本当に迫力あっていいですね。そうですね、入る前のステップも素敵ですね。途中飽きることなく見ることができますね。はい、やはりあの独創的なリフトが入っていたり、次々とこう展開されていく素敵な動きが魅力ですね。シニアのチャンピオンシップの大会、四大陸選手権ですでに表彰台に上がっています。今シーズン第2位という成績でした。世界選手権は去年すでに経験しています。そこでは17位という成績でした。得点期待できますね。はい、得点出ました。高い得点です。下が 5.4、 上 5.7 まで出ています。これが技術点、テクニカルメリットです。キスアンドプレーも賑やかですね。そしてプレゼンテーション、下が 5.6、 上 5.8 まで出ています。そうですね、6人のジャッジから 5.8、 はい、最高の評価ですね。そうですね、こういうカップルが出てくれるんで、こうジュニアの大会が非常にレベルアップして良くなると思います。アメリカのカップル、ベルビンとアゴストでした。ゴールの上に迎えるのはドイツのカップルです。ミリアム・シュタイネル、ウラジミール・ツベツコフ、女性19歳、男性21歳です。ミュージカル映画のグリースの世界を演じます。Thank you.
今のところはとっても上手に滑ってます。いいですね。はい。ウィリアム・シュタイネル、ウラジミール・ツベツコフでした。ストロングエッジの部分、それから軽快なフットワークの部分、非常にエッジを使い分けてこうステップでこうダンスを表現してとても良かったと思います、楽しいプログラムでした。非常にあのフットワークもいろんな曲調で使い分けができるんで、この組のダンスのあの面白さだと思います。ロシアとかそれからアメリカ、また違う味のあるダンスですよね。そうですよね。ミュージカル映画グリースの中から4曲を使っての演技でした。それぞれのパーツでやはりあのハイライトがあって、見ててとてもね楽しい。そうでしたね。長野で行われた SBC カップで来日しています。そこでは優勝しました。2人が非常にくっついたところでね、あの一緒に滑ってる、それはとてもいいと思いますね。よくあの離れて滑ってるとやはり迫力出ないんですけど、部分的にくっつくところはしっかりくっついて滑って、離れるところは離れてって、メリハリもあってよかったと思いますよ、コーチも笑顔です。そうです。来年はいよいよシニアデビューだと思います。そうですよね。男性のツベツコフはロシア出身です。将来ドイツ国籍を取りたいという希望を持っています。得点が出ました。テクニカルメリット 5.0 から 5.3 という評価です。そしてプレゼンテーションです。下が 5.2 です。上 5.4 です。ちょっとジャッジ分かれましたね。そうですね。3位と4位、表彰台乗るか乗らないかの差ですよね。そうですね。ここまでの第4位です。ドイツのシュタイネルとツベツコフでした。最終滑走カップルです。フランスのナタリー・ペシャラ、ファビアン・ブールザです。女性18歳、男性21歳です。コンパルソリーでは第1、第2ともに7位、オリジナルダンスで順位を上げました。5位でした。現在総合で5位につけているカップル、ブッダの世界を表現します。
フランスのカップルナタリー・ペシャラ、ファビアン・ブールザでした。非常にユニゾンとかこう体のラインは美しいんですけれど、プログラムの後半技術点を上げるやっぱステップとかエレメンツが少し少ない気がするんですね、はい、ハンガリーのカップルのようにやっぱりエキサイティングなこう盛り上がり、それからステップでのハイライト、これがちょっと、ね、弱いんですね、このカップル、最初はいい出だしなんですけれど、やはり真ん中から後ろがすごく大事なところで少し、ね、下がっていっちゃう感じがするんです、印象が、綺麗なんですけど、それだけではやはりこう上の順位を取るためにはちょっと弱いと思いますね。なるほどね、この男性も女性も本当に綺麗なラインで、写真に撮るとどこも絵になって、そうですね、とてもいいんですよね。綺麗なだけではやはり勝てないですね。なるほど。まあ、特にこれからシニアの大会に出ていきますと大変ですよね。そう思います。もう本当にここまでの技術ができるっていうテクニックがまず第一、素晴らしいものを出さないといけないですね、それからあとは、まあ、上手な振り付けとか曲奏で表現力を、自分たちの持ち味をそこでどこまで活かせるかっていうところで印象が違うんですよね、このカップルはフランス国内のジュニアのチャンピオンです。世界ジュニアは2年連続2回目の出場です。昨年は8位でした。得点が出ました。テクニカルメリット 5.0 から 5.3 です。そしてプレゼンテーション、表現力、こちらは下は 5.0、 しかし上は 5.4 まで出ています。第6位という結果になりました。これで全ての滑走終了です。このカップル優勝です。アメリカのタニス・ベルビン、ベンジャミン・アゴスト組優勝しました。これが結果です。2位3位はロシアのカップルになりました。そして惜しくもドイツのカップル第4位という成績でした。そしてハンガリー第5位ですね。やはり非常に実力を上げましたね、今シーズン。トップグループはこのアメリカを除いては2位3位4位5位、まあ、6位ぐらいまで少し順位が割れて、これは、ね、来シーズンまた戦いが面白くなると思います、この中でも何組かはシニアに上がるかもしれませんけれど、まあ、このままジュニアでまだ戦いが続くと思います。はい、優勝したアメリカのカップルベルビン&アゴスト、3年間で銅、銀、金、3位、2位、1位、3つのメダル全て揃えました。どんどんと階段を上がって、はい、やはりこうトリノオリンピック次の、ね、までには随分成長してくると思います、このカップル。そうでしょうね、はい、この先楽しみです。アメリカのカップルの世界ジュニアでの優勝は99年の大会以来3年ぶりのことです。まあ、でもこのアイスダンスの競技は何といってもロシア強いですからね。強いですね。ちょっとシニアが弱いかなと思ったんですけど、ジュニアでこれだけいい選手が育ってきてるってことは、もう次の時代がもう約束されているような気がします。そうですね、世界ジュニアを経験して世界の舞台に、これからシニアの舞台に出ていく選手がたくさんいますからね。そうですね、どのカップルも非常に魅力的なカップルがたくさん今回は出てきたんで嬉しく思いました。そうですね、はい、そして昨年と比べて急成長したカップルもありましたね、はい、面白かったのはやはり指導するコーチのカラーがとてもこの演技の中に反映されてて、はい、興味がありました。そうですね、アイスダンスの結果はご覧の通りとなりました。優勝したのはアメリカのカップルベルビン・アゴスト、2位がカリアビナ・シャバリン、そして3位にロマノフスカヤ・ブラチェフが入りました。
この時間は2002年の世界ジュニアフィギュアスケート選手権アイスダンスのオリジナルダンスとフリーダンスをお送りしました。解説は ISU ジャッジの藤森美恵子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。